ニコライ・アンドレイ・エヴビチ・リムスキー・コルサコフから1908年6月21日は、ロシアの作曲家。ロシア5人組の一人で、色彩感あふれる還元楽曲や、民族色豊かなオペラを数多く残す。ノブゴロド近隣のティフビンで、軍人貴族の家庭に生まれる。幼児期より学祭を表すが、12歳で、サンクトペテルブルクの海軍兵学校に入学し、 ロシア海軍に進んで艦隊による海外遠征も体験した。1859年からピアノを始め、1861年にバラキレフと出会って、ようやく真剣に作曲に打ち込むようになる。バラキレフは、リムスキー・コルサコフが公開演習のない時に作曲の指導をして励ましてくれた。バラキレフとの出会いによって、後の5人組の同人となる。 他の作曲家とも面識を得た。公共曲第一番は、まだ海軍在籍中に完成された。1865年の初演後、公表を博して、ロシア人による前代未聞の公共曲と呼ばれた。1873年に、軍籍離脱するまでに、還元楽曲、佐都子の書稿、アンタールの書稿、歌劇、プスコフの娘の書稿を完成させている。 これらの初期作品はいずれも後年になって改訂された。1871年、それまで音楽や作曲については、独学や5人組の仲間内での集団学習だけだったにもかかわらず、ペテルブルク音楽院から作曲と管元楽法の教授に任命される。その翌年に、ナジェージダ・プルゴリトと結婚。音楽院での最初の数年間は、5人組時代の 知識不足を埋め合わせるために、火星法や大法について、根気強く勉強し続けた。このことが、上記の初期作品の改定の契機となった。オペラの方面では、5月の夜と、雪娘を書き、校舎で成功するが、その後はスランプに陥った。その間、作曲よりも、編曲や、1881年に没した、ムソルグスキーの作品の保筆と出版。 火星法の教科書の執筆などの仕事を行っている。1883年から1894年まで、修務局においてバラキレフの助手となる。この間に、ロシア正教の方針霊音楽について、研究することができた。指揮者としても活動し、合唱ミトロファンベリアー F の講演する、ロシア公共学演奏会を指導したほか、外国でも演奏活動を行った。 ベラア F が企画した1889年のパリ、バンコク博覧会における、ロシア音楽のコンサートにおいても指揮者を務め、自作曲のほか、グリンカー、ボロディン、ムソルグスキーなどの楽曲をフランスに紹介した。この時のコンサートには若き日のドビュッシーや、ラベルも聴衆として足を運んでいる。ロシア公共学演奏会のレパートリーとして、リムスキー・コルサコフは、スペイン寄贈曲、 シェヘラザード、ロシアの復活祭などの還元楽曲を作曲した。ロシア国外でリムスキー・コルサコフの作品として最もよく知られる。これらの作品はいずれも1880年代後半の短い期間に書かれたものである。1888年から1889年にかけてサンクトペテルブルクで初めて上演されたワーグナー、ニーベルングの指輪は、 リムスキー・コルサコフに衝撃を与え、この後の作品は、ほとんどが、オペラになる。新しい刺激を受けて、久しぶりにオペラ、村田を書き、クリスマスイブ以降は没するまでの十数年間に、次々と新作オペラを発表した。リムスキー・コルサコフは、貴族の出自ではあったが、ロシア帝国の近代化の立ち遅れに批判的で、学生の革命運動にも、同情的であった。 1905年に政府批判を行ったために、ペテルブルク音楽院の教授職を解雇されるが、これが口火となり、彼を慕う多くの同僚によって、相次いで辞職騒ぎが引き起こされた。結果的に、リムスキー・コルサコフは復職することとなった。しかし、政府当局との圧力はなおも続き、遺作となった、過激、近景レ国ドールは反対性的で、 平成の転覆を図るものとみなされ、作曲者の死後の1909年まで初演が遅らせられた。リムスキー・コルサコフは裁判年に狂心症を患っていた。1908年にルーガ近郊のリューベンスクにて高いし、サンクトペテルブルクはアレクサンドルネフスキー大修道院のティフビンボチに埋葬された。ナジェージダミ防人は余生を老夫の遺産の管理に捧げた。 リムスキー・コルサコフは7人の子を設けた。そのうち、1884年生まれの第5品ジェイジダは、1908年にユダヤ系の作曲家、マクシミリアン・シテンベルクと結婚しており、当時リムスキー・コルサコフに作曲の個人指導を受けていたストラビンスキーは、還元楽曲、花火作品4を二人の結婚記念に捧げている。第子アンドレイは、音楽史 音楽学者で、老夫に関して多くの著作を残した。オイゲオルギーも作曲家で、当初は微分音に興味があり、後にフィルムシンセサイザーの開発に取り組んだ。華やかだが、客観的で簡潔な作風と言われる。ロシアの民謡、文学を題材にした作品が多い。還元落法の大家として知られ、その理論書である還元落法原理といった、 実践理論に関する著作をいくつか残し、中でも火星学の教科書は日本でも広く知られた。海軍士官としての経験もあることから、海の描写を得意としたことでも有名で、歌劇、里子や、公共組曲、シェヘラザードには、公開の場面が含まれている。ムソルグスキーの公共詩ハゲヤマ人よや歌劇、ホバーンシチナ、歌劇、ボリス・ゴドゥノフ、ボロディンの歌劇、 イーゴリコーなど、彼らの死後に残された未完成作品のみならず、生前に完成された作品の保筆、改定をも行った。ただし、オリジナル作品の現在では斬新、独創的とされる部分を未熟と判断して、常識的なスタイルに直してしまうような面もあり、これには批判もある。卓越した教師として名簿があり、中でも二人の皇帝、 グラズノフとストラビンスキーのほか、レアドフ、アレンスキー、プロコフィエフなどを輩出した。劇作家のニコライ・エブレーノフも、リムスキー・コルサコフに作曲を学んでいる。日本人の弟子としては、キンス・ヨシユキシンがいる。シベリウスは、ウィーン留学を考える前は、ペテルブルクで、リムスキー・コルサコフに支持したいと望んでいた。イフクベ・アキラの恩師チェレプニンの父ニコライも、 リムスキー・コルサコフ文化である。またレスピーギも若い頃、ロシアで彼に作曲を学んでいる。指定関係にはなかったものの、スクリャービンは、生涯を通じて、リムスキー・コルサコフを助言者としており、初期の練習曲 A2 単調作品8から12に2つの初行ができたとき、どちらを公表すべきかの判断を、リムスキー・コルサコフに委ねた。ラフマニノフは、公共誌、 岩をリムスキー・コルサコフに検定している。リムスキー・コルサコフはロシアだけでなくフランスでも非常に好まれ、ドビュッシーが好意的な批評を残したほか、ラベルやフローラン・シュメットによって還元落法の模範とされた。ラベルの初期の作品、序曲シェヘラザードにはリムスキー・コルサコフやロシア音楽の影響が強く現れている。 小惑星リムスキー・コルサコフは、リムスキー・コルサコフの名前にちなんで命名された。A.B. リムスキー・コルサコフ。ザニューグローブ・ディクショナリー・オブ・ミュージック・ミュージシャンズ、21、マクミラン・パブリッシャーズ、ピアニッシモ、400から423、ISBN15 億6159万2390、デイビッド・ジヒューズ著・著ヨーロッパ音楽の歴史ホアキン・エム・ベニテズ。 近藤譲る役、朝日出版社、1984年、下巻、613ページ。j a ンネンコフ、同時大臣の肖像中現代視聴者、1971年、P311。リムスキー・コルサコフイコール1980、FR9 イコール 1982UV8、イコール 1986PV4 イコール1989。 AK-3 MPC 2021年10月9日閲覧出展ロシアンセイクリッドミュージックバイリムスキー・コルサコフありがとうございます